こんにちは、京子です。今日はドイツの大学について少しお話をしようと思います。もしよろしかったら最後までご覧ください。お話をやっていこうと思うんですが、ちょっと今日もバタバタしていて、私3月頭に楽天ソルフェージュのテストがあるんですけれども、それがオンラインで、先生にとっても私たち生徒にとってもオンラインでテストをやるっていうのが初めてなので、今日そのテストのプロベをしたんですね。なのでちょっとこう 一日中ドキドキしていたというか、でそれでさっきバイトも終わったところなので、お酒を飲みながらまた今回もお話ししていこうかなと思います。すいません この間の動画もお酒飲みながらやらせていただいて、でその動画を見た姉からなんか LINE が来たんですね。その LINE の内容が、今回の動画で面白かったことみたいなのが書かれてて、その一つにワインをボトルで飲むっていうのが書いてあったんですよ。それが面白すぎて爆笑したって書いてあって、なので今回は缶買いました。いや、缶だからいいとかじゃないんですけどね、本当は。お酒飲みながら話すなっていうあれなんですけどね。ちょっともうなんかの飲みながら話さないとやっていけない気がして、今日も。まあせっかく缶で飲むんですけど、ちょっと今口紅がついてて、その口紅が多分すぐ取れるんで、ストロー刺して ストロー使うなら缶にすんなよって感じですよね すいません。お酒はゴルバチョフです。ゴルバチョフのこれね、レモン味みたいです。初めて飲みます。じゃあ乾杯。美味しいです。でその LINE の続きの話なんですけど、すいません、 LINE の話になっちゃうな。これもう一つ面白かったところ、全然ライティングが働いてないみたいな この間ライティング買って、それを前回の動画に初めて使ったんですね。だけど姉的にはまだ足りないって言われたので、もう一段階明るくしました。でも明るすぎないかなこれ。まあいいや、じゃあこんな感じでやっていきます。ドイツの大学の話なのかな、音大の話と言いますか、何度もここで報告させていただいてるんですけれども、この間ちょっと入試を友達と受けてきたんですね。大学の入学試験を。まあ、結果はうまくいって、でその後その友達の入試だったので友達から聞いたんですけど、なんかそこの大学の場合は、ヨーロッパ以外の人、例えばアジアの人とかアメリカの人とか、まあ、他の国もいろいろありますけど、ヨーロッパ以外の生徒は学費を払わなきゃいけないっていうルールがあるみたいなんですよ。まあ私も大学探してた時そういうの見たことはあって、で実際こうやって今回友達が「大学受かったよかったね」って言った後に「よかったでも学費高いんだよね」みたいな言ってて「え？」って そうなの？」って いくらって聞いたら大体1500ユーロみたいなことを言ってました。まあ、大学によってはね、そういうのがあるんですよ。ほとんどのドイツの音楽大学無料だって、無料はないけどかなり安くて、日本と比べると。だから1500ユーロっていうとドイツの大学の中では高いなーっていうイメージなんですね。でその1500ユーロも1年に1500ユーロじゃなくて、半年1ゼメスターに1500ユーロっていう感じなので、1年にしたら3000ユーロなんですよ。いやそれはちょっときついねって。まあでも受かったので通うんですけど、通いたいって言ってたし、まあだからしょうがないんですけどね。でそれをね、私の彼氏ドイツ人なんで言ったんですよ 別に彼氏がそういうルールを作ったわけじゃないから、彼氏を責めたってしょうがないんですけど、いやアジア人っていうかヨーロッパ以外の人って結構ドイツでやっていくの意外と大変みたいでさ、みたいな言って、それを話したら、ドイツの大学でそういうことがあるっていうの知らなかったみたいなんですね彼は。え、そうなの？って。みんな払ってくださいじゃなくて、ヨーロッパ以外の学生は払ってくださいなの？って言ってて、私もあんま詳しく調べてないので何とも言えないんですけど、
多分、私の友達が行く今度から通うところはヨーロッパ人は学費がタダで、ヨーロッパ以外の学生さんたちは学費を払うっていう感じなんですよね。え、差別じゃないのってなりませんか？あーね、最近差別とかね、そういうのがすぐ話題になって、なんか細かいことですぐ話題になるのも私別にそんなに好きじゃないんですけど、これはちょっとどうなのかなっていうのがちょっとモヤモヤしてて、でも別にそれがドイツ人全員のせいじゃないっていうのももちろん分かってますし、でもちょっとですよ、ほんのちょっと腹立っちゃうっていうか、例えば私の彼もドイツでそういうことがあったなんて知らなかったですし、今回それを知って彼が家族に聞いたみたいなんですね。そしたら家族の人たちもそういうことがドイツの学校で行われてるっていうことも知らなかったですし、だからドイツ人も知らないことなんですよね。例えば日本人の方、日本に住んでて外国人に対してだけこういうルールがあるっていうの知らないですよね。私も知らないんですけど、まああるのかないのかもわかんないんですけど、まああるんですよね、こういうのが。ドイツでは日本もあるのかな。でそれで彼が調べてくれたんですね、このルールを作ったのは誰だろう、まあ、誰かは分かんなかったんですけど、多分グリューネ、日本語で言うと多分緑の塔っていうのがあるんですけど、そこのグループが作ったんじゃないかって言ってて、緑の塔は私的にはめちゃくちゃ美容って言ってる、美容とかビーガンとかそれも大事ですけどね、そういうのをすごい推してるグループっていうイメージがあります。私もしかしてそれ決めたのって AFD なのかなって思ってたんですよね。 AFD ってすごく簡単に言うと外国人やだみたいなグループなんですよ。その外国人の中に日本人が含まれてるのかよくわかんないんですけど、多分難民移民の方を受け入れたじゃないですか、ドイツって。そういう方たちに対して言ってるのかなっていう気はします。多分、まあ、もちろんアジア人にも言ってるのかもしれないですけど、 AFD といえばちょっと危なそうなイメージがあります、私は。でこの間私フルートのレッスンがあったんですね。今私が吹いてる曲の中でメロディーでラーファーレーみたいな メロディーが出てくるんですよ。で、ね、ラーファーレってドイツ語で言うと AFD になるんですね。でその楽譜を見た先生がうーわーAFD じゃんって言い始めていや AFD は本当に頭がおかしいみたいなおっしゃってたんですよ。その頭がおかしいとかね、そういうちょっとひどいドイツ語は今ここで言うと多分良くないので、あの私の彼の家族とかもみんな見てくれてるので私の YouTube を、だからドイツ語で言うのは控えさせていただくんですけれども、だいぶやばい言葉言ってました。そのドイツ来て思うのが、若い人とかも結構飲みの席とかでも政治の話とかをするので、例えば日本の政治どうとか、京子はどういう考えとか結構聞かれるんですよ。なのでできれば日本の政治ぐらいは少し知っといた方がドイツ人の輪に入っていろんなおしゃべりができるかなと思います。かといって別に私政治に詳しくないんですけど、まあ軽くニュース見たり、軽くでいいから自分の意見を持ってた方がいいかなと思います。どうだろうね、ちょっと私はあんまり政治の話とかわかんないんだよねって言うと結構惹かれます。もしそこに韓国人とか中国人の子がいると、あー日本人だねはははみたいな感じで言われちゃうんでマジで。でまたそこの周りにいるドイツ人たちにも、ああ日本人ってそういう感じなんだって思われる場合があるので、自分の国ぐらいは少し政治のこととか知っておいた方がいいかなと思います。いや結構私も言われました。20歳になる前からドイツ来るようになって韓国人の子とかに、やっぱ日本人ってそうだよねみたいなことを言われちゃって、やばいこれは良くないって思って、私が恥ずかしい思いをするならいいけど、この子にとっての日本人は私が最初だったかもしれないし、それで日本人は政治に興味がないんだなっていうイメージを持たれたら、それは私のせいだって思って、その時自分の国のことぐらいは勉強しようって反省しました。その時
そんな感じです。まあこれ以上政治の話するとちょっとバッドボタンとかつきそうなのでちょっとやめときます。まあね、私が今回皆さんにシェアしたかったのは、そのヨーロッパ以外の学生は学費を払わなきゃいけないっていうことがあるっていうことを皆さんにシェアしたかったんですよね。その韓国人なんですけど、厳しいよねって、ドイツで外国人として生きていくのって本当に厳しいよねって。でも基本ドイツにいる先生たちとかドイツにいる子たち、周りの友達、差別するっていう人はそんなにいないので、私は出会った、まあたまにいるけど、でもそんなにひどく何かを言われる、何かをされるってことはないので、そこら辺はあんまり心配しなくてもいいと思います。たまに、本当にたまにいました。あの教授何人の人たちすごい嫌いだからねみたいなのはありましたけど、でもそういう先生とは関わらなければいいことなので、こっちからあんまり気にせず、そういうとこは心配しなくていいかなと思います。基本的にはみんな優しいです。特に日本人はドイツ人とかに好かれるので、すごい日本のことリスペクトしてくれますし、そういえばこの間地震がありましたよね。その時もいろんな友達とか先生とか最近お世話になってる人から地震大丈夫っていうメッセージをいただきました。本当にたくさんの人が心配してくれてたので、日本のこと、日本にいる皆さんのこと、だから基本的には皆さんドイツにいる方、思いやりがある方たちですし、本当に優しい方なので、差別のこととかあんまり心配しなくてもいいかなと思います。あ、そう、もう一つ皆さんにちょっとお聞きしたいのが、まあ、ちょっといつになるかわからないんですけれども、この間ドイツの音楽大学入試のための楽天ソルフェージの勉強方法っていう動画を出させていただいたんですけれども、次はちょっとドイツの大学合格してドイツの音大生になられた方のための楽天とソルフェージの勉強方法、おすすめの教材を紹介したいなと思っておりまして、私もいくつかは知ってるんですけれども、多分足りないと思うので、もしよろしければ皆さんのおすすめの教材とかありましたらぜひ教えてください。それもコメント欄でもいいですし、インスタの DM でも大丈夫です。あとツイッターでも大丈夫です。でも最近ちょっとツイッターあんまり開いてないので、もしかしたら、YouTube のコメント欄とか Instagram の DM の方が早くお返事できるかなと思います。もしよかったら皆さんのおすすめ教えてください。私もすごく知りたいなって思ってるので、では今回の動画ここまでにしようと思います。もしよろしかったら、チャンネル登録と高評価お願いします。ではまた次のビデオで。ご視聴ありがとうございました。